どうもこんにちは、ジュンジュンです。まあ、今日なんですけど、ゴールデンウィークも近いところもあるんで、まあ、僕なりにね、今日本で一番暑いスポットってところを紹介していこうと思います。でちょっと一個の問題なんですけど、今日本一暑い場所ってどこでしょうかってことなんですけども、そうですね、まあ、無難なところで言うと、やっぱり暑いとこって言ったらここじゃないですかね。まあ、南国の那覇とか。まあ1個目と、じゃあ2個目なんですけども、最高気温今日も38度に行きましたって、まあおなじみ、まあ、群馬の館林とかですかね。で、まあ3つ目なんですけど、同じく最高気温の常連さんでおなじみ、まあ岐阜県の、まあ、多治見とかですかね。まあ多分そのこのどれかがその今日本で一番暑いスポットだと思うんですけども、まあ、これがどこでしょうかって話なんですよ。で結論から言うと、これ1から3まで全部違いますと。じゃあ今どこが日本で一番暑いかっていうことなんですけども、正解は結構意外なところなんですけども、今一番日本で暑いのって実はここなんですよ。まあここ長野県なんですよね。じゃあなんで長野が暑いかっていう話を今日していくかと思います。まあ、ゴールデンウィーク、今年は結構連休も長いと思うんですけど、まだどこに行くか決まってないなんていうね、まあ、お父さんがいたら、まあ、ぜひとも参考にしてほしいですね。まあ、長野なんて本当に東京から、まあ、電車1本、まあ、車で行っても3時間ぐらいしかかかんないと思うんで、まあ、ぜひとも僕のおすすめのスポットなんですけども、まあ、なんで長野が超暑いかっていうと、実は今年の長野って、まあ、超絶ビッグなイベントがあるんですよ。まあ、それが何かっていうと、まず1個目がこれなんですけど、まあここですね。まあ善光寺、まあ有名なお寺ですよね。で特にそばが好きな方なんかはやっぱり善光寺のおそばってすごく有名なので、まあ、それなんかでも知ってるよって方はいると思うんですけども、実はこの善光寺が今年、まあ、この御開帳というものをやるんですよ。でこの御開帳って何かっていうと、要するにまあ7年周期に行っているお祭りなんですけども、まあ、普段は見ることができない仏像とか、まあ、お寺の大事な展示物を期間限定で見える日なんですよ。でこれが今年長野であるんで結構暑いなってことで、今結構まあ、JR とか、あとはまあその JTB とかでも結構まあポスター出たりするんですけども、ただ単にまあ言ってもこんな、まあ、7年に1回は絶対あることなんですよね。でプラスアルファで、実は長野ってもう一個結構ビッグな神社があると思うんですけども、まあ、多分もうピンときてる方はいると思うんですけど、長野のビッグな神社って言ったらあれしかないですよね。まあ、それが何かっていうと、まあ、これですよね。当然諏訪大社の輪を忘れた。諏訪大社の輪が出てこねえ。あ、出ました。まあ、この諏訪大社ですよね。まあ日本神話だと大国主の息子の、まあ、武見中ですね、まあ、武見中がその、まあ、いるということで有名なんですけど、まあこの諏訪大社の中でもこの御柱祭りっていうお祭り、多分テレビで有名なその裸のおっさんたちが山に登って丸と山から下ろしていって、それにまたがって街中を駆け巡るための伝説のお祭りなんですけど、あれがこと実は長野であるんですよ。で今年は奇跡的にこの諏訪大社の御柱祭りと善光寺の御開帳が被っているっていうところで、長野がめちゃめちゃ暑いんですよ。でこの凄さマジで本当に奇跡的なんで、こっからマジで聞いてください。じゃあまずは諏訪大社の御柱祭りからなんですけども、この諏訪大社の御柱祭りは善光寺の、まあ、御開帳と同じく7年に1回周期でやるんですよ。で前回いつやったかっていうと、実はこの御柱祭り、前回の開催が2016年なんですよ。でこれが7年ぶりに今年やるって話なんですけども、ただ冷静に考えてここの間って6年しかないですよね。まあ、なんでこれが7年周期かっていうところはちょっと後ほど改めさせていただきます。
じゃあ、続いて善光寺の御開帳の方なんですけど、これも7年周期になるんですよ。で、こっちは前回が実は2015年で、今年2022年、まあ、同じく7年ぶりに行うってことなんですけども、これだけ見たらそのぶっちゃけパッとは来ないと思うんですよ。なんでちょっと記憶を遡ってほしいんですけど、長野県の善光寺、去年ちょっとコロナでニュースになったのって覚えてますかね。まあ、どんなニュースかっていうと、御開帳がコロナの影響で1年間延期をすると、そういうニュースがあったんで、本来であればこれやって2022じゃなくて2021に行うはずだったんですよ。ただそれが、まあ、コロナっていうそのマジックによって、まあ、今年に変わったってことで、今年なんとこの御柱祭りと御開帳ってのが重なってるっていう、結構奇跡的な日なんですよね。まあ、こうなってるってことなんですけども、じゃあまずなんでこれが6年周期なのに何年かっていう話からなんですけども、まずこの御柱祭りについて、これがどういうお祭りか、まずどういう周期かっていうことなんですけども、これが実はですね、7年に1回この虎の年と、あとはこの猿の年、まあね、牛虎ウで有名な十二支ってあると思うんですけども、この虎と猿の時に、まあ、7年に1回って話なんですよ。ただまあご存知の通り、まあね、牛、牛の時は違えるけど、まあいいや、虎、う、まあ、立、み、で、馬、猿、じゃあ羊がいるわ、馬、羊、猿、まあ、鳥、で、犬がいて、犬の字が出てこない。犬ってどう字だっけ、やべえ、結構どう忘れした今。あ、犬ってあれだ、ポシンの方だ、犬、あ、糸、まあ、こいつらがいるわけですよ。で、ちょうどここからこの周期と、ここからこの周期で、7年に1回って話なんですけども、ただ冷静に考えて、ね、牛、虎、う、立、み、馬、羊、猿って6年周期じゃないですか。まあ、ここが実は日本のなんか面白いところでして、日本って数え年っていう概念があるんですよ。まあ、よく大河ドラマとかで、まあまあ、我こそは、まあ、なんとかの国のなんとか数え何歳っていうやつあると思うんですけども、数えって何かっていう話なんですけど、例えばじゃあ令和2年生まれの赤ちゃんがいるとするじゃないですか。じゃあ令和2年の、まあ、じゃあ4月3日までですかね。この赤ちゃんって今年の4月3日時点で何歳かって話なんですけども、まあ、普通に考えるとこの間に令和3年の4月3日があるので、まあ0歳の期間があり、1歳、まあ、2歳っていう考えになると思うんですけども、これが数えってなってくるとちょっと違うんですよね。まあ、どういう現象が起こるかっていうと、数えについてだと、実を言うと数えだと実は年の数え方が若干変わってまして、何が起こったかっていうと、数え年の場合だと実を言うと生まれた年ではなくて年月が変わったっていうところで年をカウントしていくんですよ。そうなるとどうなるかっていうと、令和2年の4月3日から3年の1月1日まで、翌年の4月1日までで、ここの4月3日っていうふうになるので、実を言うと数えだとこの赤ちゃんって3歳になるんですよ。っていうところがさっきの御柱祭りも同じことで、あれは実を言うと今風に数えていくと、まあ、ねえ牛虎う立み猿羊
うん、あれねえ、うしとらう、ねえ、うしとらう、たつみ、うま、ひつじ、さる。で、6年周期なんですけど、これがその数えだと、ねえ、うし、とらう、たつみ、うま、ひつじ、さるで7年になるんですよね。で、逆にさるから数えても、鳥、猿、鳥、犬、いい、ね、牛、虎で何年周期なんですよ。っていうところで実を言うと、数えで数えると、まあ何年周期なんですけども。っていうことはですよ、何が起こるかっていうと、これは五回帳なんですよね。さて、御柱祭りなんですけど、五回帳って、あれも実を言うと数えなんですよ。なんで、前回2015年だったんで、本来だったら2015、16、17、18、19、20、21で7年周期だったんですよ。で、1年遅れで御柱祭りがあったんですよね。ということは何が起こるかっていうと、本来だったらこの2つって絶対に交わることがなかったんですよ。なぜなら両方とも7年周期で1年ずれてるんで。それがコロナマジックによって奇跡的に同じ年に開催されてたのがまさに今年なんですよね。でなおかつ御開帳、御柱祭り両方ともゴールデンウィーク丸かぶりです。ということで、まあ、僕が推している日本で一番暑いのは、まあ、長野県の話なんですけども、まあ、長野県って大体で数えると多分、まあ、こんな形じゃないですか。で、長野どうかっていうと、長野ってこの辺なんですよ。じゃあ諏訪がどこかっていうと、諏訪って実を言うとこの辺にあるんですよね。まあ、これは諏訪湖なんですけど、でこの間ってめちゃめちゃ遠いんで結構1日で間乗って困難なんですけど、まあ長野にはちょうどいいことにここにね松本っていう町があるんですよね。なんでこの松本っていうところに、まあ、宿を取ると、まあ、諏訪も電車で1本、高速1本、まあ、長野も電車1本、高速1本っていうところで、まあ、どっちもね、まれもすることなんですけども、ただやっぱり案の定ね、まあ、長野も、まあ、御開帳も、諏訪の御柱も、まあ、この時期車で行くとめちゃくちゃ混んでるんで、まあ、おとなしく新宿からあずさに乗るか、まあ、東京駅から、まあ、浅間に乗るか、まあ、新幹線乗るかっていう方がいいんじゃないかなっていう感じですね。まあ、ちなみに僕は、まあ、そういうなんか現代のその文明の域っていうか苦手なんで、僕は東京から長野まで自転車で行きますっていうね、まあ、余談なんですけど、まあ、こういうわけでね、こうして実は長野県がスーパー暑いって話なんですけども、何も知らずに御開帳見に行くと多分大仏綺麗だったねで終わっちゃうと思うんですよ。ただそれがコロナっていうマジックによって1年ずれている、でそれによってもう一つの、まあ、でかい祭りと被ってるっていう、こういう情報があるだけでなんかめっちゃエモくないですか。多分こういう教養ってなくてもいいんですけど、あった方が旅行とかちょっと楽しいんですよ。うわ、このお寺綺麗とか、お城綺麗って終わるんじゃなくて、いや、お寺ができた背景にはこういうことがあってとか、このお城だと何百年前に有名な武士が戦ってたんだみたいな前情報ってあった方がおもろくないですか。ということで、まあ、このリストではちょっとこういったちょっと旅が面白くなるようなね、旅行先でちょっと違いを見せつけられるというか、まあ人との違いをね生み出せるような、まあ、そういったね情報を今後どんどん発信していきたいと思いますので、まあ、ぜひともね気に入った方はチャンネル登録お願いいたします。ということで今日の授業は以上になります。ご清聴ありがとうございました。